蓋がとにかくでかいですね、これやばい。これわしわし感だ。すする TV ずるずるどうすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、パンチ力抜群の一杯を提供するのはこちらです。ドン。車の方が行くのは楽です。東武スカイツリーライン北越谷駅から車で10分、徒歩38分くらいのところにありますボディーブローさんにお邪魔してます。こちらボディーブローさんは2020年オープンで、もともとガムシャラという名前で営業されていましたが、店名変更し現在のボディーブローという名前になりまして、二郎系ラーメンの激戦区ともいえる埼玉県の二郎系ラーメン店でございます。店名のボディーブローという名前の通りね、ガツンとパンチのある一杯がすすれるんじゃないかということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。こんにちは。というわけで本日はですね、埼玉県の越谷市の方に来ておりました。てか2日ぐらい前にも俺越谷来たんだよな。久しぶりにね、越谷二郎行きまして、ちょっと製麺所を見学するっていう企画をちょっとやりまして、その帰りにね、越谷のラーメン二郎行けんなとか思って、久しぶりに越谷のラーメン二郎行きまして、やっぱうまいね。越谷のラーメン二郎って結構非乳化系で、油とかもね結構少なめなんで、あっさりしてるんですよね。スープが醤油感のあるスープと表面デロとした感じのあのデロ麺がねまたうまくて、この組み合わせと生卵とか合わせるとね、たまんない美味しさなんですけども、今から二郎系行くのに他のラーメン二郎の話しちゃって申し訳ないですけど、本日行くお店がボディーブローさん。ここね、北越谷駅からねめちゃくちゃ離れた場所にありまして、ありがたいことに、ね、車を出してくれる方がいらっしゃいましたので、車で一緒に来てるんですけども、メニューがねラーメン、そして油そばなんかもあって、結構麺を楽しめる構成になってるんじゃないかということで、非常に楽しみですね。というわけでボディーブローさん到着しました。この四角い感じのお店よく見てたんで、めちゃくちゃ楽しみです。早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあボディーブローさん、食券制です。ラーメンと油そばがあり、極太麺と太麺から選べるので、極太麺のラーメンと蒸し玉、そしてうずらもプッシュしました。麺量や野菜の盛り具合なども分かりやすく記載されていて、安心安全の親切設計。厨房ではがっつりと炊かれた豚骨スープの香りが広がり、こりゃテンション爆上がり。どっぷりと茹でられた極太麺、そして盛りのいい野菜と腹パン覚悟で今か今かと待ち続ける時間がまたなんともたまらない。東海オンエア来てるやん。ずっと清水が来てるね。なんでこんなところに。食券を渡すときに全てのコールを聞かれるっていう珍しいパターンですよ、これ。先コール制度。というわけでコールは野菜中、ニンニク油中でオーダー。ちょっと野菜ひよって普通にしたんですけど、店長さんに言ったら心よく中でも OK ということだって。結構ここら辺のコールとかの優しさすごい感じますね。ありがたいですね、これ。豚確かにでっかいですね、マジで。こちらがボディーブローさんのラーメン極太麺、各種コール&トッピングです。うほーい。下皿に乗せられた巨大な丼にはたっぷりの野菜と油がかかっていてたまんねー。こんなにもらっていいんですかと言いたくなる超厚切りの豚にニンニクと、ザ・二郎系なビジュアルがインパクトありまくり。眺めているだけでは食べられない、ならば食わねばってことで、いただきます。ではまず油と一緒に野菜から。ナイス。甘みのある塊油と野菜の相性が良く、キャベツも結構入っていて食感も程よくくた気味なうめえ油サラダ。卓上の返しドレッシングをかければじわじわとまたうまさが増し、まるでアロワナが跳ねるようにどんどん食らっていきます。さあお次は超厚切りのでかい豚。豚がとにかくでかいですね、これ。やばい。肉がギュッと詰まった食べ応えのあるもので、程よい柔らかさもあって油サラダとの合わせ食いもはかどるもの。そうしているうちにあんなに盛られていた野菜の標高もほぼ真っ平らになってきます。ではある程度上物を食べ進めたら、お次は麺いきましょう。こちらの麺は埼玉県らしく缶の製麺製で、デフォルトのラーメンでも茹で前 300g とかなりボリューミー。持ち上げるだけで一苦労ですが、早速そろそろズモーン。これわしわし感だ。ムンと立ち込める風味が嗅覚を支配し、そして口内へなだれ込む小麦の海が味覚を刺激し、濃厚な乳化スープもしっかり持ち上げて麺食ってる感もありあり。表面が強めの縮れを帯びているので、すすり応えも強めで麺とスープの相性が良い。そんなスープは思わずファーストベースを投げてしまいそうになるブラウン色をしており、最敬礼からの退場で球場を沸かせるもの。しっかりと骨から炊いており、豚の香り風味をビンビンに感じ、返しと旨味のバランスもちょうどよく、ズモズモしながらも存分にすすっていくことができます。
さあここで味変アイテムぶし玉いってみましょう。私すするの好きな生卵とぶし粉がタレに入ったもので、早速麺を絡めてすすってみると、まず生卵によってずるっとすすり心地がアップ。ぶし玉うまいわ。そして魚介系の旨味もプラスのうまさで相乗効果をもたらし、塩系と魚介の風味って意外に合うんだよなと再実感。こりゃうまいです。てな感じで後半戦になると徐々にニンニクが溶け出し、まさにボディーブローのようにじわじわと香り高い刺激が加わっていき、これまたよし。合間に可愛いうずらで箸休めなんかもしつつ、タオルは不要、まだまだ形容なんてされません。じゃあ辛み入れてみますわ。うまそうだねこれ。え、入れすぎ。ここで同行者の方からいただいた辛みを入れてすすってみると、しっかりした刺激でナイスパンチ&アクセント。さすがに終盤になると腹パンではありますが、この辛さによる刺激が食欲を再び復活させ、残りの野菜や可愛いうずらも余すことなく食べ進めていると本日も完食です。大変美味しくすすれました。麺量たっぷり 300g なのでバッチリお腹も膨れて大満足の一杯。油そばも気になるところです。それではごそれ。本日本当にありがとうございました。ありがとうございます。ボディーブローの店長さん、店主さん、はい、店長さん、ボディーブローの店長ゆうきです。ありがとうございます。ありがとうございます。もともとなんか格闘技とかやってらっしゃったんですか。それでボディーブロー。こちらの店長がボディーブローという名前をつけたんですけれども、もともとボクシングをやってまして、プロボクサーだったんですよ。はい、あ、そうなんですか。はい、で、まあ引退になる時の、はい、まあ、最後の試合のフィニッシュブローがボディーブローだったんです。おー、はい、それでもうそれで、はい、負けて引退になっちゃったんで、そこからまた始めるという形で、はい、結構ドラマがありますね。そうなんです、実はそうなんです。コールのシステムが結構分かりやすいというか。あ、本当ですか。そうです、ね、ありがとうございます。まあ、他の店とかでいきなりニンニク入れますかって聞かれて、なんか何て答えてるか分からないって初めての方とかすごいそうだと思うんですけど。そうですね。ここあったらもう、はい、もう順番にこうこれを入れてこれを入れてみたいな感じで聞いてくださるんで、はい、めちゃくちゃ分かりやすいコール。ありがとうございます。はい、そこはだいぶ意識してて、やはりちょっとこう仕切りが高いというか、まあそうですね、踏み込みづらいっていう意識の方も結構多いっていうのは知ってたんで、はいはいはい、なので、まあ、そこを、まあ、うちはちょっと違う形で、なるほどなるほど、もうちょっといけたらなと。ここだったら本当にご家族とかでも来れちゃうぐらい。そうですね、敷居の本当高さそんな感じなかったんで、はいはい、めちゃくちゃいいと思います。結構お子様連れとかも小さい、まだ座れないぐらいのお子様がいらっしゃるか、マジっすか、はい、すごい。あの3月6日に感謝祭をやられるんですよ。そうなんです。店内のポスター見てちょっとびっくりしたんですけど、はい、4周年になるので。あ、4周年、はい、4年も来てなくてマジすいません。ありがとうございますこの感謝祭は食べに来たお客さんに、はい、そうです、はい、はい、当日の、3月6日なんですけれども、はい、その日に来店したお客様に、ラーメン1杯無料の券をお配りする。めちゃくちゃすごいサービスですか。ただ、ラーメンのショーの、はい、ラーメンという形に限定はさせていただくんですけれども、はい、まあ、とはいえ、まあ、無料で食べられるというのはめちゃくちゃありがたいですもんね。はい、3月6日に6日です。ボディーブローさん来ると無料券がもらえるということですか。はい、わかりました。6日限定です。いや本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。いやボディーブローさん行ってきたんですけども、うまかったですね。もうめちゃくちゃ寒いのよ、外がちょっと寒すぎて今凍えそうなんですけど本当に。いやしかしね、なんというかまあこうインスパイアのど真ん中っていう感じの味わい。埼玉のね、二郎系のインスパイアってやっぱああいう豚骨が結構ガツンと効いて、で油も回った乳化系、すっごいあの濃厚なスープにちょっとこう角張った感じのわしわし麺を合わせるっていう、まあ、多分ねジャンクガレッジとかが元になってて、ああいうラーメンがね結構埼玉県の中って多いんですけど、まあ、埼玉のねその二郎インスパイア系の味わいをすごい受け継いでる感じのインスパイアど真ん中の一杯いただきましたね。まあ、なんといってもね特徴はやっぱあの濃厚なスープっすよね。もうほんと豚感がかなりガツンとくるんで、なんか豚骨苦手な人とかでちょっと逆にきついかなって感じるぐらいのところだと思うんですけど、濃厚なスープ好きの人にとってはねあれたまんない味だと思いますね。うん、まあ、あと店長さんでも喋りましたけど、コールとかねめっちゃ優しいマジで。まあ、やっぱ二郎系ラーメンの店そもそもなんか何も書かれてないお店とかがあったりするんで、どのタイミングで野菜にんにく油っていうのかとかそもそも分かんなかったりするんですけど、ボディーブローさんの場合はもう食券提出時に野菜の量であったりとかにんにくの量、油の量、これ全部申告することができるんで、スタッフさんが一人一人丁寧に聞いてくださるんで、まあ、それこそ初めて来る方とかだったらめちゃくちゃ安心して食べれるなっていう。そこら辺はなんかねいわゆる普通のそのインスパイア系のお店にはないホスピタリティだと思うんで、初めての方でも安心して入れるって良さがありましたね。あと麺はねあの角切りで観音製麺所製の極太麺の方にしたんですけど、いやあの極太麺のねあのワシワシ感で結構ね麺がスープをしっかりと吸うんですよね。なんでこう麺自体にめちゃくちゃ味がついてる状態で食えるんで、あの味わいもなんかいいっすよね。うん、豚もしっかり柔らかかったし、野菜もね程よいクタシャキ食感で、まあ、卓上の返しやったりとか、あとね注文したあの油
油、油と合わせて食べても美味しかったですし、あとあの油をまたね別皿で注文して、それをこう麺につけて、まあいわゆるセルフ油そばみたいな形式でね食べるという方もいらっしゃるみたいなんで、まあなんかすごいアレンジの幅が広がりそうだなっていう気がしましたね。まあ今回すすったラーメンの他にもね油そばのメニューがあるんで、もし今度行く機会があったらぜひあのちょっとワシワシの麺でね油そばすすってみたいなと思いましたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ボディーブローさん、二郎系界の達吉や。ボディーブローといえば達吉上一郎ですね。というわけで本日の動画もありがとうございました。今日はですね、越谷のボディーブローさんということで。まあ前からもちろんね、名前は知ってたんですけど、なかなかやっぱり駅から遠くてちょっと行く機会がなく、まあ今回ちょっと車を出してくださる方がいらっしゃいまして、ありがとうございます。ほんと埼玉県って二郎系ラーメンですね、めちゃくちゃ多いよね。逆にね、家系ラーメンがあまりないんですよ。千葉県は家系ラーメンが結構、まあでも最近二郎系も多いか。千葉は結構両方多いかもしれない。埼玉はね、本当に二郎系ラーメンの激戦区だと思うんで、まあ、いろんなお店進んでいきたいなということで、ね、皆さんからいただいたコメントの方も読ませていただきます。神奈川県寒川町の達也龍也、達也多分達也ね、行ってほしいです。家系ですが醤油が効いて、親父でもチャーシュー麺プラスライスペロッといっちゃいます。ぜひぜひ行ってみてください。帰りには寒川神社お参りしてください。達也さん、ちょっと僕存じ上げなかったです。すいません。寒川と言ったらやっぱね、天皇屋さんが結構印象深いなと思ってて。天皇屋さん今度行く予定があるんでめっちゃ楽しみにしてるんですけど。達也さんってお店もあるんですよ。ちょっと今度チェックしてみます。寒川神社、これ神社とか行って、意外とね、ラーメン食べに行って、ちょっとまあ観光気分で、ね、神社行ったりとかするときあるんで。それこそなんかこの間香川行った時、神社だったからな、あれ。香川のさ、もうほんと1500段ぐらいこう階段を登っていく、えげつない運動量の神社がありまして。まあ、そこほんとね、登って下ってってしてたら、まあ、その日多分うどんとラーメン合わせて、6杯、7杯ぐらい食べたのかな、全部合わせて。普通に歩くのを3000歩じゃなくて、もう階段の登り降りで3000なんで合計。めちゃくちゃきつかったですよ。次の日、すげえ足パンパンで筋肉痛になりました。足がすげえプルプル増えてて。でもなんかそういうちょっとね、苦労して、神社にお参りするとね、なんかありがたみが増すというか、そういったところがありますね。結構意外と神社好きなんですよ。皆さんもぜひね、ラーメン屋さんと合わせて行きたい神社など知ってる方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、よろしくお願いします。初コメです。私、いつもすするさん動画でいろいろ勉強させてもらっております。50過ぎのおっさん YouTuber。ラーメン、ランチ、旅行系ですと。よく見たらこの人、ヒロシのアイコンだ。さすがにヒロシさんじゃないですよね。あのね、キャンプ、今キャンプでバズってる。年内に登録者1000人超え目指してますと。BGM もパクらせていただいております。ありがとうございます。使っていただいて。埼玉県在住ですが、地元はすするさんと同じ青森県弘前市です。そこですするさんにご質問ですが、何中ですか？私は四中です。四中か。お、四中怖いって。ちょっとなんか四中が結構ヤンキーのイメージというか、なんか悪い奴らが多かった記憶あるな。なんか僕らの世代はね、あのジャージをさ、こう腰のところで履くんですよ。なんかちょっとこう、普通の位置よりもちょっとこう腰を下げて、ちょっとこう腰、ちょっとね、ジャージをあの腰の位置ぐらいまで下げて、なんかそのぐらいで履く腰パンみたいなのが流行ってて、悪い奴らはね、結構みんなあの腰パンしてたんですけど、四中の腰パンぶりは半端なかったですね。みんな膝ぐらいまでで履いてんの、ね、なんで、あの、パンツが見えないのかっていうのがマジ謎すぎるぐらい。四中の奴らマジで怖かったな、ほんと。ほんとに地元の話で申し訳ないんですけど、スペースインっていうね、今ちょっとなくなってしまったゲームセンターがありまして、僕そこの2階のメダルゲームコーナーでさ、めっちゃ遊んでたんですよ。いろんな中学校の人たちがいて、なんか四中の奴らとかもいてさ、もうほんと、中学生なのにもうバリバリ目押し早いわけ。なんかウルトラマンクラブ ST の、あの、目押しめっちゃ早い、あの、なんか髪型バチバチに決めて、なんか双子の奴らがいてさ、すごかったな、あの四中ツインズ。そう、何中ですかっていう質問忘れてた。僕はあの、第五中学校、五中ですね。弘前市立第五中学校。ほんとに五中はね、グラウンドの水はけが悪い、マジで。雨降ったら2、3日ぐらいもうグラウンドが湿ってて。もう五中のグラウンドの水はけの悪さは結構なんかお馴染みみたいになってましたね。はい。今更ですが、タイトルコール前のドンって音はすするさんが鳴らしているバスドラムですか？音楽素人なので、そもそもドラムの音じゃなかったらすいませんと。あの、全然僕が鳴らしてるわけじゃないですよ、これ、ドンって音で。この音はね、あの、フリー音源から拾ってきて作った感じですね。まあ、一番最初 YouTube 始めた時は、あの、私の先輩であるチャルゾーという、この二人で始めたんですけど、チャルゾーがいろいろそういう音源サイトからね、拾ってきてくれて、あの、おうとかあるじゃないですか、実食前の。まあ、あれとかももうフリー音源ですね。まあ、今でこそね、編集、まあ、だいたい5、6時間ぐらいですかね、うん。すする TV って結構あの動画のフォーマットが決まってるので、まあ大体6時間ぐらいか。動画にもよりますけどね。普段のすする TV って大体そのぐらいで終わると思うんですけど、初期の頃なんてもう矢崎さん、まあ18時間ぐらい寝る以外全部編集みたいなね、感じでやってたんで、あの頃思い出すと本当に懐かしいね。もう壁の薄いシェアハウスで、めちゃくちゃ声録音したりして、マジで迷惑かけたなとか思うんですけどね。どの YouTuber にもそういったなんか初期の頃の苦悩みたいなのであると思うから、なんかいろんな人に聞いてみたいですね、本当ね。うん。そして、夢を語れと歴史を刻めは系列全く別ということで。
列ってわけじゃないんだよな。ただ全く別というわけでもなくて、そもそもラーメン荘夢を語れってお店が、京都のね、一乗寺っていうそのラーメン激戦区のところにありまして、まあ、今はね、本店が多分鳥栖かな、多分そこら辺に移してるんですよね、本店が。まあ、店主の西岡さんっていう方がいらっしゃる場所が本店だっていうコンセプトなんで、ボストンに本店があったりとか、なんか、別府に本店があったりとか、いろんな場所にあったりしたんですけど、歴史を刻めば、その夢を語れで修行された藤原さんという店主さんが、まあ、大阪を中心に立ち上げた、また別の二郎系ラーメンの店ですね。もともとこの夢を語れを立ち上げた西岡さんっていう方が、東京ではもう本当お馴染みになってますけど、藤丸っていう。このラーメン藤丸で使用されてたってこともあって、まあ、あの味付け油の感じとか、ね、非乳化スープとか、ここら辺は結構ね、藤丸の DNA を受け継いだものになってるっていう。なのでまあ全く関係ないってわけじゃないんですけど、系列っていうほどでもそれぞれが独立した存在になってると思いますね。はい、というわけで本日の動画も大変ありがとうございました。もしよろしければぜひぜひね、コメントや高評価、さらにチャンネル登録などもしていただけると大変嬉しく思いますので、よろしくお願いします。こそれ。